一方で被告の行為は代理乳児反戦症候群でなければ説明できず、犯行当時は一定程度判断能力が低下していたとして、懲役15年の求刑に対し懲役10年の実刑判決を言い渡しました。その際であり、弁護活動は0点であったというふうしかありません。極めて残念ですが、仕方がない。過去最長の9日間をかけた今回の裁判員裁判について、裁判員は長く感じなかったと述べ、代理乳児犯罪症候群については何度も評議で議論したが理解するのは難しかったと話しました。昨日大阪地裁でアスベスト被害における国の責任が初めて認められたことを受け、原告たちが東京で全面解決を求めるアピールを行いました。果たして国の対応は。歴史的判決から一夜明け、東京霞が関には全面アスベスト訴訟の原告たちの姿がありました。大阪地裁は昨日、国は重大な健康被害を認